寒い冬、体も心も温めてくれるおでん。金沢にはおでんの名店と呼ばれる店がいくつもあります。素材の味をそのまま逃さないように、おでんはやっぱり管理をしないとお客さんにはいい状態で提供できない。金沢市民間の古都加賀おでん美広は創業51年の老舗店。今年元のお店からほど近い場所に移転しリニューアルしました。のれんを守っているのは2代目の横萩真一さん。常連客からはしんちゃんの愛称で親しまれています。ご主人、お店ですけど、はい、こちらに移転されたのはいつになるんでしたっけ？先生、9月の15日に移転しました。前の方が良かったっていう方がたくさんおるかななんて思ったんですけども、綺麗ないい店になって良かった言って、居心地もいいしって言っていただけて、もう常連さんからには本当毎日一緒に乾杯しようっていうことで毎日飲んでくれてましたそうですか。ただまあ本当にね、このこれからのこの寒い季節はやっぱりこのね、はい、おでんのこの湯気がねものすごくまあ食欲をまあそそるんですけど、これあれですか、このおでんのいわゆる出汁ですけど、これはなんかもう代々こう受け継がれてきた。そうですね、先代の両親が最初に作った出汁で、甘みが入ってないんですよ、みりんは。だから普通の和風の出汁です、これ。あ、和風のね、ただカツオの削り節ではなくて、いろんなサバとかアジとかイワシとか の削り節はを使ってやってるんですけども、で、あそこはその調味料っていうか、そうですね、塩とか、あと薄口の醤油とかお酒とかっていうことになりますね。そうですか。ただあれですよね、これ長いことつけてるとやっぱりどん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 味が染みていっちゃうわけでしょ。そうです。その素材によって、やっぱりおでんの中に入れとく時間が全然違うんですよ。さつま揚げなんかは20分も入れといたら、だしだけの味になって食感もプスプスっていうかな、弾力性がなくなってくるんですよ。だからこんなやってこういうものは今こうやってきれいに並べて入ってますけども、もうしばらくして揚げてしまって、ああ時間が来ちゃったら注文がないものに関しては1回揚げるんですか？大根とか3時間、これは3時間後にこう揚げるってことです。なるほどね。そうなんですよ。はあ、それをそのネタごとにやってらっしゃるんですか？そういうことです。すごい面倒くさいですよね。それぞれだって違うわけでしょ。違います。素材の味を、そのまま逃さないようにっていうふうな意味で、うちの先代がつけた名前が古都加賀おでん。古都加賀おでん。加賀おでんです、ね。今よくね、最近金沢おでんって言いますけど、はいはい、そうか、美広さんの場合は加賀おでんなの。そうですね、もう50年前から加賀おでんって言って先代が出していったんです、素材の味をちゃんと残した状態で提供するっていう風な、だと思います。まあ両親がネーミングしたわけなんで、勝手にネーミングしたわけなんで、これがこうだっていうほど言われるようなことじゃないと思いますけども、そうすると要するにおでんの出汁はいい感じで染みてるんだけれども、その素材の食材の味もちゃんと分かる、味も食感も分かると。なるほど。この季節人気のネタは大根。美広では青首の総太り大根を使っています。僕なんかおでん、冬っていうとなんか原助大根というイメージがあるんですけど、はいはい、原助だと柔らかくなりすぎるんですよね。でまあそういうことで総太り大根使いやすいということで、そうすると、その大根のなんかちょっとシャキシャキ感というか、まあある程度やっぱり柔らかくなりすぎない、程度にね。皮はあえて厚めに剥きます。ここに繊維質がすごくあって、薄く剥いちゃうと口の中にその繊維が残る、
っていうのはありますね。あ、なるほどね。皮をむいた大根をおよそ50分下茹でします。こうして下処理を終えてから、いよいよ出汁の中へ。おでんのネタとして客の口に届くまでにはここから3時間。はい、お待たせしました。おー、来ました。いやいやいや、美味しそうですね、これはね。で、やっぱり大根からですよね。うん、あ、やっぱいい感じで出汁が染みてますよ、これ。大根らしさは残しつつみたいな。はい、そうですね。はあ、美味しい。いろんなものの食材の、まあ、味っていうかね、少しずつ。要するにここに入っている食材からこう染み出てきたちょっと旨味みたいなものもね、はいはいはい、吸って。ということですもんね。ねえ、でも先代もあれじゃないですか、こんな立派なね、移転して綺麗なお店に建てられて喜んでらっしゃるんじゃないですかね。まあそうだといいですね、本当に ね、 ね、うん、まあまあ、本当に地域の皆さんとかお客さんに支えられて、本当50年以上になりました、ね、ですから、まあ、これからもまだこの先も、ね、本当に皆さんに長くお付き合いしていただいて、元気にで楽しく、お店やっていきたいなと思ってます。やっぱ楽しくってのが一番ですよね、うん、本当に、